今シーズンもよろしくお願いします。応援の練習というのを、ね、選手が出てくる前にちょっとしっかり、やっていきたいなというので、はい、やらせていただいております。まあ、ちょっとそのシーズン開始前にということで、一言二言、去年、最後ですね、あのレギュレーション運動でちょっといろいろなんか SNS とかでは言われましたが、我々、J1 にですね残留などができましたよね。で、まあ、あの最後の方って本当に、まあ、シーズン始まってからずっとこうチームの状況をずっと見てて、まあ、落ちることはないかなとか思いながらも、結果ああいう形で最後ギリギリですね、下位の熊本に引き分けという形でですけども、J1 に残りました。で、今シーズンも J1 で戦えることになったということは、まあ、あの本当に去年あれで負けて J2 に落ちる、この J1 に残るっていうこの差っていうのはめちゃくちゃ差があると思うんで、このね、去年 J1 に残れたということは、あの本当に値打ちのある話やし、しっかりその J1 に残ったということをしっかり感謝してるというか、しっかりこれを生かさないと我々も意味がないので、今シーズン本当に覚悟を決めて、私も覚悟を決めて頑張りますんで、応援ね、サポーター頑張っていきましょう。クラブの SNS とか、選手の方からもですね、皆さん聞いていただいていると思いますけど、まあ、具体的にタイトルっていう、まあ、優勝ですよね、そこを意識した選手が出てきてくれて、クラブもそのタイトルっていうところを、まあ、狙っていくと。ってことは我々サポーターもそのタイトルを狙うチームのサポーターでないといけないと。去年みたいにね、 J2 セクシャルの声、 J1 残留やどうのこうのとか言うてるレベルでは本当にあかんし、まあ、じゃあどれが J1 レベルのサポーターなんやって言われると、これはまあ非常に難しいと思うんですけど、まあ、けど今日開幕相手がアントラーズ、アントラーズ去年もね一緒にあの戦ってますけど、その時って声出しの応援もなくて、けどアントラーズのサポート見たら、おそらく、まあ、あの褒めるわけじゃないですよ、あ、J1 のサポーターやなって多分みんな感じると思うんですよ。その3って何なんやろなって言うと、まあ、もう本当に難しいところですけど、一人一人の意識ね、しっかり意識、 J1 でタイトルを目指すサポーターなんやっていう意識をしっかり持って、気持ち考えてね、しっかり考えて、何がいいのか分からないですけど、一生懸命声出してタイトルを狙っていけるように頑張っていきましょう。その中では本当にここにね集まっていただいている方が本当に数人になっていると思うので、しっかり意識して頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ、 あの選手のですね、ちゃんとですね、今までの新曲というか、どんどん新しいの作っていただいたんですけども、ちょっとまあ、あのこのまた言うてもね、コロナ禍っていうのもあって、まあ、みんな集まって密室で応援歌を作るっていうのもあるやつなんで、ちょっと暫定的にですね、我々ちょっとコールリーダードラムのみんなと今までちょっと使ってた応援歌をちょっとルーンという形でやってますので、まあ、おさらい程度に、全くその声出し応援の時に来てなかったっていうことは、まあ、初めてのお世話になると思うんですけど、ちょっとしっかりここで歌ってですね、選手が出てきた時にはしっかり応援歌を歌っていこうと思いますので、よろしくお願いします。あ、ほんで、ゴールキーパー若原選手からほら最初練習だったじゃん、行きます。若原智也を、若原thank you。
手、力斗選手ですね、井上選手は庄司選手の声が重要でいきますので、まあまあ耳馴染みあると思います。井上力斗
選手ですね。木村選手はレンゾ・ロペス選手の応援歌の流用になってます。You got
タイトルっていうところで、同じこう音程とかこういってもちょっとこう強調しにくいんで、タイトルだけちょっと意識してタイトルっていうのをしっかり、声出したら、ちょっと選手たちもタイトル言うとるやんけっていう感じになると思うんで、もう一回タイトルちょっと意識して、ちょっとオーバーにね、オーバーにタイトルっていうのをしっかりやってみましょう。紫の勇者たちよ、さあ踊ろうぜ、タイトル、タイトル、おー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 、いざ皆さんを引っ張っていけるように頑張りますんで、本当に今シーズンもよろしくお願いします。